もう帰ったでしょ、さすがに。いや、いると思うよ。アイコス。ないね。ほら、もう帰ったよ。コートっぽい、コートっぽいってコート？あ、なんかさ、アイコスの忘れ物ってなかった？ごめん、ない。あー、ごめんごめん、じゃあ大丈夫だわ、ごめんね、うん、ありがとう、うん、はい、もう店にいないって。あー、コートなかった？ない。あー、まあ、なくしちゃってるわ。あー、うまっ、めちゃくちゃうまい。いや、マジでないんだけど。じゃあもう行ってみる？高橋さん電話してあげるわ。いや、もう帰ってるしよ。私入れてるな気がすんのかな。盗んだ？盗むわけないだろうが。なんで疑うんだよ。さっきなんかいじくってた。なんで人のせいにするの？隠した？隠すわけないじゃん。隠してない？なんで疑うの？いや、疑ってはないよ。疑ったじゃん今。俺がしつこく言うの分かる？疑ったじゃん。あ、アイコか。アイコの可能性出てきたな。アイコ全然、アイコ吸わないじゃん。あ、そっか。よう、でも店に疑うな、人のこと。店に多分置いてあるかな。今度取りに行け。誰？高橋。何塗ってるの？リップクリーム。なんで寝るだけなのに？じゃもう乾燥しちゃってるの。ほんとやる気になってるじゃん。ナイトリップ。やる気になってるじゃん。意味あるのそれ？あるよ。寝る前に保湿したら。こう目の下とかに塗った方がいいね。保湿はなくなる。そうなのね。ナイト系。そう。あー、うまっ。最高にうまいな。出ないじゃん、もう高橋さん。出ないね。まあ諦めな。あとはない。どっかにあるかも。ちょっと一回全部出してみる。あとないものは？はない。ないの？なんだ、のし袋みたいな。婚礼のお祝いみたいなの出てきたけど。うん。え？婚礼のお祝い。ああ、誰の？あ、1万返すわ。チックちゃん出てきてる。結婚祝いもらったから。じゃ返してもらったじゃん。え？返してもらったじゃん。いつ返したっけ？はい、これ返す、ご祝儀。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。もうご祝儀返す。1万円じゃなかったでしょ、5万円。何で嘘つくんだよ。悪そうな顔して。すごい悪そうな顔して。1万返すよ。いや、申し訳ないから。いや、いいよ、いいよ。いらない。いや、いいよ。これ、返すよ。5万はもらってない。1万もらったから。これ、はい、いいよ。返すよ。いい、そうやって1万円投げないの。ね？ね？うん、大事な。そうですよ。でも返しますよ。ね、そうポーズ今言ってきたから、ご祝儀の。お金がなくなって。婚礼のやつに。そういうことかなと思う。しまっときなさい。いや、いいよ、それ見してきたから。しまっときなさい。そういうことかなと思った。大事なお金なんだから一番あれば。大事なお金だよ。でも返しますよ。いいの。ご祝儀袋のやつ見してきたから。いいの。だからそういうこと言ってるわけじゃない。じゃあなんでそれ見したの？ゴミに入ってたかな。で、なんで俺に見したの？そういう意味でしょ。じゃ違う。せっかくお祝いしたのにっていう意味じゃないの？違うよ。どういう意味で見したの？探りすぎだよ、私のこと。そういう意味だと思うけどね。もうなんで入ってるんだろうねっていう話よ、ね、ゴミ。それ俺の、俺に送ったからじゃないの？違うよ。違うの？そ、俺以外なんか。おじさんが再婚したんだよ。誰おじさんって？私のおじさん。なんかお茶あるよ、これ飲む？飲む。花が咲くの。そう、じゃ飲もうか。ちゃお湯は、お湯やって。コップあるから。コップある？あるよ。やってるじゃん。割れないかな。大丈夫じゃない？耐熱じゃないかな。大丈夫。あ、最近結婚式行ったんだ。そう。大丈夫かな。みんなに見せてあげて。素敵なのに。これ好き？あ、すごい。うまそう。で、お湯入れる。あー、バカバカバカ。入ってる、入ってる、入ってる。保存量が。これがふわーって咲いてくるのかな。待ってね。すごくない？うまそうだけど。発泡茶って言って中国の。そう。ふわーってね、時間経つ、ね、うまそう。何これ。
ちょっとジャスミン系かな。これどれぐらい飲めるの？ん？どれぐらいで飲めるんだよ。いや、もうそのまま飲める。飲めるの？うまい。ん？じゃまだだよ。そのまま飲めるっつったじゃん。じゃまだ花が咲いてから。そのまま飲めるって言ったよね、今。じゃまだ。いや、飲めるのっつったらそのまま飲めるって言ったじゃん。花が咲いてから。いやいや。飲めるのっつったらお花が咲いてからって言えばいいじゃん。そのまま飲めるって言ったよ。すげえ男だな、本当に。なんでこれ認めないの？認めないとか、ね、認めなくて俺が言ったら俺がしつこいみたいに叩かれるのは間違ってるよ。くどいんだよ、そう。火を認めろよ、じゃあ。いいじゃん。いや、飲めるのっつったらそのまま飲めるって言ったから飲んだじゃん。そしたら飲んだらまだだよって言ったじゃん。くだらないんだよ、話が。俺が大人になればいいの？そういうくだらない話をするためにここに来てるわけじゃない。適当だもん、本当に。どっちが俺がしつこいんじゃなくて適当なことを言いすぎてるの。何だからお花咲いてくるじゃん。だから飲めるのって言ったらそのまま飲めるっていうから飲んだんだ。だからお花が咲いてからだから飲めるって聞いたらお花咲いてからってそのタイミングで言わないと飲んじゃうじゃん。今見せてあげて、お花ほら咲いてるとこ。咲いてないけど。いや咲いてんじゃん。ほらどこ咲いてんの？横から撮るの。もうやれよ。ね、どこ咲いてんの？咲いてんよ、ほら。どこ？変わってないけど。これはもっと開いてくるんだよ。発泡酒。まずかったけどな。じゃあまだ出汁が出てないの。何の出汁？この発泡の。下がシュワシュワなってるね。触るなよ、指で汚いな。汚くないよ。洗ったよ。いつ洗ったんだよ。昨日。昨日洗ってねえじゃん。これ発泡が入ってんの。トイレして洗ったの。八宝、ジャスミンとか、うん、いろんなお花が入ってバラ。体にいいのかな。いや、八宝茶だもん。八宝茶って飲んだことないの。ない。中華料理屋で。漢方みたいな。八宝、八の宝。かな、じゃあお腹空いた、足りないわ。あ、ごめん、配信切っちゃった。嘘。嘘。まあいいや。切れてないじゃん。うん。ご飯行かん？ラーメン屋行かん？だからもういつ寝たいの。寝ないよ。勝手に一人で行って。じゃあ寝ないよ。ほら、匂い嗅いで。あー、え、トイレの消臭源みたいな匂いする。こういう匂いあるじゃん。確かに。トイレの味するよ。もうそのさ、トイレの匂い。トイレっぽい。中華料理屋のトイレみたいな匂いする。確かに。うん、まずい。美味しい。でも飲めねえよ。で、それもらったの？うん。これ食いないよ。これは通販番組で紹介してるんで、よかったのね。これ食べないよ。これ何？これ。これ食いないよ。うん。お、うまい？うわ、なんかいい気した。ええ。あ、おいしい。おいしいの？もうちょっと食べてこなの。甘くない？ああ。ぶどうみたいだよね。うん、うん、うん。まあ悪くないけど。それ食べても大丈夫なのかな。いや、わかんない。あ、まずい。いいの？触れるの？まずくはないでしょ。甘いっしょ。そこ捨てる。捨てようかね、とりあえず。うん。でも美味しくないよ、トータル的に。ちょっと LINE 見せて。これ、これ、クロちゃんの LINE 見せて。もういいよ。めんどくさいな。ちょっとほんとやめて、他の。これ山なりティーちゃん。だからもういいから、めんどくさいことなるから、やめて。ちょっと見せて。もうほんとにやめて。ちょっと見せて。みんな気になるとこじゃん。だから、そのために来たのか。何？別にいいけど、そのために来たの？普通にリスナーさんとか。あさみちゃんとあのあさみちゃん？どのあさみちゃん？やっちょくんの仲良しね。もういいよ、名前出さないでよ。見るのはいいけど。あー、でもほとんど配信者だね。まあそれはそうですよ。まあね、でも大して人脈もない。仲良しのも。いや、まあ普通ですけど。意外と交流関係すごいね。うん、うん、いや交流は少ないですよ、僕は。人気者だな。いや、仲いい人少ないですよ。で、なんていう名前に入れてるの？クルちゃんの名前。なんかもういいって。誕生日おめでとうとか。バカ野郎。え、検索もう
検索してみる、誕生日って。そしたら出てくる。もうずっと2、3週間連絡してないのに。2、3週間前は連絡したの。まあちょっとね。なんで？いや、なんかちょっと連絡しちゃったこともあるけど、ぶっちゃけ。もう今ずっとしてね。いや、なんかの時に。何時？うん。まあしちゃったことは正直あるけど。酔っ払って？まあ酔っ払ってだったと思う。まだ好きなの？あの、そうだ、キャスバーで潰れた時だったと思う。うん、うん、キャスバーでビロビロに潰れた時だったと思う。あの時連絡しちゃった。好きなの嫌いなのどっち？いや、嫌いじゃないですけど。いや、好き？いや、もう好きとかいうの戻りたい？いや、戻りたくない。戻れない？いや、戻れないつか、もう戻らない。なんで？なんでって、配信頑張りたい。でもクロちゃんと行った時もよかったじゃん、料理配信したり、うん、お買い物行ったり。いや、それはそれでいいけど、まあ結局両立無理だったから。で、俺が力がないからさ。うん、そういう契約をしたの？外に出るからって。またどういう計画、契約で？誰のアドバイスなのそれ？アドバイスもクソもないよ。台本なんか組んだことないし、そのまま成り行きですよ。だってあなたの時だって喧嘩しただけで台本なんかないんだから。そういう感じでしょ。信用していいの今回？いや、信用しろとももう言わないよ。好きに思えばいいよ、もう。うん、だからそれはもう1ヶ月2ヶ月っていうんじゃなくて、半年1年ってなった時にそう思ってくれたらいいかなと思ってるよ。うん、何その目の奥を見てんの？目の奥？嘘ついてる。嘘ついてる。嘘つきの目になってる。わかるの？うん。何言ってんの？ペテン師が。何ペテン師と。目見たらわかるの？わかるよ、それになって。嘘ついてる。心を読めるじゃん。読めるよ。何？ほくろがでっかいなと思ってるじゃん。当ててじゃん。ね、当てて。ほくろ当ててじゃん。ほくろしか当たんないし。俺の心を当ててじゃん。いや、ほくろしかないし今。じゃあ人の目を見て全てが読み取れるわけ。読み取れる。すごい、すごい力だね。いや、まだスイッチ入ってないけどね。何のスイッチだよ。スイッチ入ってない。お腹すいた。コンビニ行かん？まあいいよ、どう思ってくれても。もうめんどくさい。今日買ったからいいね。何買ったか。パチンコ。いくら買ったの？あなた。いや、今日買ってないよ。トントンだよ。うん。何？見てんの。見てんの？うん。何見てんの？何の話しとんの？今日のあなたを。今日のあなたを。行動を。外れてるじゃん。勝ったか負けたかわかんないけど。今勝ったって言ったじゃん。うん？今勝ったって言ったじゃん。俺の目を見て読んで勝ったって言ったら外れてるじゃん。お金を受け取